返し技のポイントは足の動きが重要なポイントです。表剣を取られた場合、はい、足の動き、あるいは肘の動き、取られたところは取らせておくんですね。そうしまして足と体の変化で返していく。間髪を入れず取ることもありますし、あるいは足の動きで取る場合があります。お肉だけで捉えた場合、この時は非常に背骨でもって逃げることが有効です。はい、はい、背骨潜り型で投げ返します。相手の手に体をつけることもまた一つのポイントですね。表逆というやつはですね、相手の腕関節をですねオープンにすると、逆にするということですね。外側に、逆を取る、腕関節の逆を取ることですね。これを表逆と言いますけれども、これを取っているようですが、これで全身を取るわけですね。ここばかしじゃなくてですね、そのためにこの逆を使うとき、いろいろなものを使う場合があります。鉄板なんかを使いましてね、それで相手の表を取ったりいたします。ですから骨法術ではですね、この腕関節でもって、これでもって骨の痛みでもってですね、表毛を取ったりですね、腰術ではこれを帽子でもって当てて、てこの原理を応用しましてね、表逆を取ったりいたします。柔道や何かですと、この腕関節の逆は禁じられておりますが、古来からですね、大きい人を倒す場合はですね、この腕関節ばかりじゃなくて指を取るとよろしいと、表逆を取りながらですね、こういうふうな表逆を取る場合もあります。はい、これは何も胸を取ったからじゃなくて、相手が手が下に下げている場合でも、このままこう歩きながら取っていったりしますね。指を当てないで取る場合もあります。いろんな取り方があります。こういう取り方がありますね、あるいはこういう取り方がありますね。その人の、気分次第でもって表逆にもたくさん変化があるわけです。これ何でもいいですね。鉄板とは限りません。お皿でも何でもいいです。これを当てましてね、これで角を利用しましてね、表逆を取ると、そういう場合もあります。